ここはあの雑居ビルじゃないか。なんだ、ずいぶんボロい建物だな。あっちのデパートと比べると古ぼけて見えるっていうか。築30年、取り壊し間近って感じです。本当にここが特務支援課の分室なの？ああ、間違いないとは思うけど。ああ、遅かったな。セルゲイ課長、とっとと中に入れ。この特務支援課がどういった部署なのか、お前たちの疑問のすべてにちゃんと答えてやるからよ。市民の安全を第一に考え、さまざまな要望に応える部署。そう、それが新たに設立された特務支援課の行動方針だ。市民の生活に密着できるよう、こんな街中に分室も用意された。なかなか合理的だろう。でもそれって完全に遊撃士協会の真似っていうか、割り手に言えばパクリですね。だよな。知っているかもしれんが、現在このクロスベルにおいて遊撃士協会の評判は大したもんだ。A 級遊撃士アリウス・マクレイン、風の牽制なんて呼ばれているあの男に加えて、かなりの実力者がクロスベル支部に常駐している。それが警察のお偉方にとって何を意味するかわかるか？それは警察とギルドとの比較評価と組織としての問題点の指摘、さらには自治州政府への批判につながっているんですね。なるほど、そういうことか。要はギルドのお株を何とか奪って人気取りをしようって腹なわけだ。なんか露骨ですね。ま、ぶっちゃけて言うとお前らの指摘する通りだ。だが警察の基本理念は治安維持と自治州法の遵守。市民へのサービスってのは本来二の次ではあるわけだ。だからこそ警察内部ではそうした人気取りを快く思わない声も多くてな。便利屋だの、偽遊撃士だの、猿回しの猿だの。ま、早くも散々な陰口を叩かれてるってわけだ。なるほど、いろいろと合点がいきました。やれやれ、そんな部署で俺たちを働かせようってか。正直想定外ですね。まあまあ、そうせくな。聞いているかもしれんが、配属を辞退することは可能だ。正式に配属された場合、やってもらう仕事は様々だ。今日みたいな魔獣退治の仕事なんかも入ってくるし、落とし物探しや本部の手伝いなど細かい雑用も入ってくるだろう。その気がない人間に務まるとはとても思えんからな。一晩考える時間をやろう。配属を辞退した場合、他の部署に配属されることになるが、今ならデメリットはない。
すべてはお前たち次第というわけだ。なんだかとんでもない場所に回されたみたいだな。遊撃士の真似事か。そんなことをするために警察に入ったんじゃないんだけど。兄貴が所属してたのは確か捜査一課だったよな。大事件や政治的国際的な案件を一手に引き受けるエリート集団。やっぱり遠すぎるよな。他のみんなはどうするつもりなんだろう。あの3人警察学校も出てないみたいだし、いろいろ訳ありみたいだったけど、ちょっと話を聞いてみるか。ここはランディの部屋だったな。さっきまで物を動かすような音が聞こえてきたけど。うん、誰だ。ロイドだけど、ちょっといいかな。ああ、いいぞ、遠慮なく入ってこいよ。それじゃお邪魔するよ。あ、ようこそ俺様の城へ。お前さんの方も荷ほどきは終わったのか。いや、まだだけど。どうやらランディはもう結論が出てるみたいだな。ああ、配属を辞退するって話か。まあデスクワークは少なそうだし、気楽そうなのも性に合っている。職場と住む場所が一緒なのも楽で良さそうだし、このまま厄介になるつもりだぜ。そうか。お前の方はさすがに迷ってるみたいだな。せっかく取った捜査官の資格を無駄にしたくないってところか。それもあるけどね。それ以上に目指している目標から遠ざかっていきそうな気がして。目指している目標？いや、まあ大したことじゃないんだ。そういえばランディはどういう経緯でここに配属されたんだ。俺たちより年上だけど警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、うん、俺がここに配属された経緯ね、本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら仕方ねえ。実はな、女絡みのトラブルだ。え？いや、前の職場で複数手を出したのがバレてさ、危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。帝国方面にベルガード門ってあるだろう。あっちの方に詰めていたんだ。警備隊、そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。ま、国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。その点
クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。いやマジで警備隊を辞めて正解だったぜ。まあ気持ちはわかるけど。おっと気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は硬そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。わかった。考えておくよ。ここは確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。どなたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな？うん、別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃお邪魔します。どうぞ。なんとか片付けが終わってよかったわ。そこに座ってくれる？今紅茶でも入れるから。いや、お構いなく。しかしエリーも、もう結論は出ているみたいだな。ああ、配属を辞退する話ね。少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。あなたの方はさすがに迷っているみたいね。でも無理もないと思うわ。この特務支援課だけど、正直無理がありすぎるもの。無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや打算によってできた部署でしょ。組織としての合理性に欠けるし、目的も今一つはっきりしていない。これで成果が上がらなければ、予算の都合で本当になくなる可能性が高いんじゃないかしら。まあ普通に考えればそうだよな。でもそこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね、いろいろな歪みを観察するには割と良さそうな場所だからかな。え？なんちゃって。多分私はずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味では、ここが出世コースから外れてもあんまり関係がないから。そうなのか。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ？それは。ここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。ああ、そうだな。悪い、気を使わせたみたいだ。いえいえ。でも
私個人の意見で言えば、あなたがいてくれた方が嬉しいかな。まあお互い新米だからまだまだなところもあったけど、今日だって慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし、指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう、話に付き合ってくれて。あとは自分なりに考えてみる。うん、そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリ。ティオ、何やってるんだ？どうも、ロイドさん。見ての通り、端末のチェックをしていました。端末って、あ、それのことか。ZCF のカペルシステムを財団で改良した汎用端末です。警察本部から動力ネットワークを通じて情報を受け取ることが可能です。え、ちょっと待て、いきなり言うわけが分かんないぞ。はあ、そうですね。ロイドさんは動力ネットワーク計画についてどこまでご存知ですか？動力ネットワーク、雑誌の記事でたまに見るけど、ちゃんと理解はしていないな。確かエプスタイン財団が提唱してるとかなんとか。元はエプスタイン財団とツァイス中央工房が共同してスタートさせたプロジェクトです。今では主に財団によって進められていますが、その大規模な試験運用が現在このクロスベル市で進められているんです。まあこれもその一環ですね。よくわからないけど、結局のところどういうことをする計画なんだ？はあ、要するに旧来の通信機を発展させた技術ということです。単に会話のやり取りをするだけでなく、演算能力を持った端末同士を結んで効率的な情報ネットワークを構築する。わかりやすく言うとそんなところです。全然わかりやすくないんだが。
要するに警察内部の連絡や指揮系統を効率化する装置ってところか。まあこの端末については間違いではないです。私の専門ではありませんが、端末の操作くらいはできますし、今後のことを考えると一応チェックしておこうかと。そうか。その様子だとティオは配属を辞退するなんて考えてもいないみたいだな。え？いや、そもそも俺がティオくらいの年はまだ遊びたい盛りだったよな。財団から出向したって話だけど、その無理やり働かされてるとかそういうわけじゃないんだよな。ね、まさか本当にそうなのか？どんな事情があってもそんなの我慢したらダメだぞ。その俺でよかったらいくらでも力を貸すから。あの、落ち着いてください。別に強制されて働いているんじゃありません。それどころか今回の出向はむしろ私がわがままを言わせてもらった結果です。え？私は私でここにいる理由がある。つまりはそういうことです。ロイドさんは人の心配をする前に自分の心配をするべきでは。ああそうだな、ティオの言う通りだった。ごめんな、差し出がましいことを言って。 いえ、ただあんまりお人よしなのは捜査官としてはどうかと。遊撃士と違って人を疑うこともしなくてはいけない仕事ですよね。痛いところをついてくるな。やっぱり俺ってまだまだアマちゃんなのかな。警察学校の訓練で徹底的に自分を鍛えたつもりだったけど、でも確かにそれだけじゃ捜査官は務まらないだろうし。ティオ？端末のチェックは一通り終わりました。明日動力ケーブルの接続工事があるようなので今日は早めに休みます。そうか、お休み。ゆっくり休んでくれよ。はい、それではおやすみなさい。3人ともちゃんと自分のやるべきことを考えているみたいだな。迷っているのは俺だけか。ダメだ、なんだか煮詰まってきた。少し外に出て風に当たるか。いい風が吹いてるな。ベルハイム。そっか、ここから見えるのか。今はもう別の人が入ってるんだよな。セシル姉の実家はさすがに残ってるだろうけど。そうだ、おばさんたちにも後で挨拶しておかないと。あれから3年、おじさん家で厄介になった後警察学校に入ってがむしゃらに勉強と訓練をして捜査官の資格も取ったけど、結局俺は捜査官になって
何がしたかったんだ。おーい、君たちは。いや、探しちゃったぜ。警察に行ったんだけど、兄ちゃんたちはいないって言うじゃんか。それでこの場所を教えてもらったんです。ここが支援課ってところでいいんですよね。ああ、そうだけど、どうしてわざわざ。いやさ、そのちゃんとお礼を言ってなかったと思ってさ。え？お兄さんたちがいなかったら、多分僕たち二人とも大怪我をしてたと思います。だからそのもう一度お礼を言おうって。そっか、二人ともありがとな。こんな時間に訪ねてきてくれて。まあアリオスさんと比べたらかなり頼りなかったけど、警察のおまわりにしたらなかなか見どころあると思うぜ。実力不足はこれから頑張ればいいんじゃね。ちょっとリュウ、お礼を言いに来たのになんだか偉そうだよ。そうだな、これから精進すればいいか。そうだ、二人ともどこら辺に住んでるんだ。よかったら送っていくよ。ああ、平気平気、西通りだからすぐ近くだしさ。僕は住宅街の方だけど平気です。そのお姉さんたちにもよろしく伝えといてください。ああ、伝えておくよ。二人とも気をつけて帰るよ。おう、それじゃあさようなら。俺も単純だな。あんなお礼一つでこんなに気分が晴れるなんて。要は自分自身の気持ちの持ち方次第か。いいかロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実を掴み取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。うん、そうだよな。まずはぶつかってみないと何もわからないか。